はいどうも、いつきんです。昨日は、レムのね、ガチャの配信をご覧いただきありがとうございました。おかげさまでですね、レムが5体、残念ながら貫突はできなかったんですが、レムの異物は貫突というか、まあ、9枚ね出まして、詳しくは、昨日の配信のアーカイブをご覧ください。ということで、レムをですね早速育てました。でちょっと装備なんですけど、一旦ですね吸収セットと会心セットの装備でやっているんですが、ちょっと指輪がですねいくら作ってもいいのができず、なかなかね、きつかったんで、ちょっと昔手に入れたこの78のやつをね一旦つけてます。まあ仮完成という形で、ちょっとビルドに関してはもう少し変えていくかと思うんですけど、一旦これで今日は使っていきます。で忘れないうちにねステータスの方見ておきましょう。こんな感じですね。ちょっと攻撃力低いんですけど、防御より、いわゆる、ブルーザー役ですね。例えばランディとか、まあ、ちょっと耐えながら攻撃をどんどんしていくっていう形の、役割をブルーザーというんですが、そういうビルドにしてます。で、氷属性のブルーザーはですね、SSB とかはいるんですけど、まあ、最近 SSB 使いづらいっていうのと、あと、州に関しては専用装備が来たので、これから流行り始めると思うんですけど、まだ州はね、僕まだ調整が終わってないので、先にレブを、使っていこうかなということで、やっています。で、靴をですね、今スピードにしてるんですが、これ本当は、生命力にした方がいいと思います。スピードはですね、使った感じいらなかったので、ブルーザーとして使うんだったらもう、鈍速にしてひたすら、反撃を叩き込んでいくという方がおそらく強いと思います。この鬼化なんですけど、強力なんですが2ターンしか持たないので、あまり行動させない方が、強いです。なので、スピードは極力ね低めにして、やるのがいいと思います。でクリ率はですね、結構この装備、生命力と防御力がかなり伸びているものを、私使っています。なので、クリ率稼ぎにくいんですが、そこはね、課金パワーということで、突をすることでカバーしているといった感じになります。吸収セットと今回は、異物はシグル、使ってます。これでまあ、ガンガン吸収で反撃して回復していくというような使い方をしております。というわけで、早速、レムの方を使っていきたいと思います。はい、ではまず1戦目見ていきましょう。今回は鬼化をすぐにかけるために、ポリーで相手のポリティスをワンパンしていきます。これで、鬼化がかかります。はい、そして、まあ、レムのね大きな特徴でしょうか、対シシャルのメタになっていると思うので、これからねシャルを殴っていきたいと思います。まずは1反撃。今回相手に、エレナがいるので、結構ね、回復されたりとか、あと、光クラウがいるので、この、レムのね、反撃で全体攻撃しちゃうんですけど、もうそんなのね、気にしません。ガンガン反撃していきましょう。やはりシャルの、その、メタとして、考えられるのが、回復負荷をつけれるのと、シャルが全体攻撃なので、まあ、反撃が出やすい。自分以外が殴られると 20% の確率で反撃してくれるので、そういう面でもかなりシャルをメタってきている英雄だと思います。もうねガンガン反撃が出ますね。さあもうポリティスもいないですし、もうこっから負けるイメージはないですね。スキル3を打っていきます。さあシャルがまた全体攻撃を、打ってきますがミスヒットと、そして反撃が出ると、めちゃくちゃ強いで、鬼化してるので強制的に、ターンを減らすこともできます。さあ今回反撃出ず、まあやはりね 20% なので、出ない時は出ないっていう感じはします。ただシャルに関してはミスヒットを出してくれるので割とね試行回数稼げます。さあ2回攻撃、これもね免疫をつけられているとあまり効果出ないんですが、
免疫ついてない相手には防御ダウンが刺さるのでめちゃくちゃ強いです。さすがにですね、鬼化を今狙ったんですが、あの5ターンに1回なので1戦闘でやっぱり1回しかね発動しないですね。そこはちょっと、まあ、うまい具合にねバランスを調整してきてるなっていう印象です。3ターンに1回とかだったらねめちゃくちゃ強くなっちゃうんで、まあ5ターンに1回で、まあ、ちょっと弱いんじゃないっていう意見もちょっと見るんですけど、まあ、これぐらいがいい塩梅なんじゃないかなと思います。バランスがいいのもエピックセブンのいいところなので、はい、こんな感じで結構やっぱシャルはね楽に取れるようになりました。はい、2戦目、またまたシャルですね。もうねシャルがね本当にきつくて、まあ、ほぼ2エでね復活してくるんで大変だったんですが、これからもうシャルの防衛はちょっとまた数が減ってくるんじゃないかなと思います。本当にレムを出せば大体取れちゃうので、エレナも、まあ、これ偶然なんですけど、またエレナシャルの編成ですね。さあいいですね、エレナを貼られても、まあ、エレナ自身はね抵抗を持ってることが多いので、無敵を剥がすことはできないんですけど、こんな感じでシャルとかスーリンとかだったら無敵をね無理やり剥がすこともできるので、エレナさんねなんとスキル3が攻撃判定なので、それで反撃誘発しちゃうっていうこともあるので、まあ、エレナを入れてる人はちょっとレムに注意した方がいいかもしれません。さあスーリンも反撃でガンガン HP を削れるので、何気に光スーリンのメタにも、なっているのかなって感じですね。さあシャルロッテが全体を打ってきますが、ミスヒットと反撃は出ず、ここは出てほしかったですね。さあ鬼化がかかってなくてもかなりね強いですね。さあ反撃出ない、なかなかねやっぱり上振れ引かないと反撃はあまり出ません。なんかチャールズはねめっちゃ出るイメージあるんですけど、あんま出ないですね。ソシャルが全体を打ってきて反撃が発動、いやこれはね本当気持ちいいですね。使ってて反撃が出た時のこのエフェクトもかっこいいですしね、ちょっとしばらくレム使うの止まらなそうです。さあ反撃、いや強い、これは強い。さあここで2回攻撃ができます。これねいやらしいんですね、エレナがねしっかりと、決してレムのメタを狙ったわけじゃないんでしょうけど、防御ダウンは剥がされてしまいました。さあ反撃、これは強い、防御ダウン入った上に反撃で7700、まあ威力は、まあ、みんな思ってたほど、ああそんなもんなんだっていう感じだとは思うんですけど、まあ反撃はね結構稼げるので、あんまりダメージでかいとねそれはそれで強すぎるので、まあ妥当なダメージだと思います。まあ、僕のレムはちょっと攻撃力も低いので、もう少し3500とかにできればもう少し火力は出ると思います。さああとはイージーですね、これも2回攻撃出ます。まあ、倒しちゃった。はい、というわけでもうシャルはね、おやつになってしまいました。はい、ではちょっと早いんですが、これが最後の試合になります。これがねかなり注目しております。闇川、僕普段全然動画では使わないんですが、今回は使わせていただきました。なぜかというと闇川は死んだら復活してもう一回攻撃ができるっていう特性があって、一応死んだ判定になるので、鬼化が発動します。つまりどういうことかというと、はい、まず反撃どんどん出していって闇川が、スキル3、1回目を打ちます。で、まあ敵の攻撃が、スーリンとかね、入ってたら来ます。これで闇川が死にます。鬼化が発動して、さらに反撃も出ると。まだ止まりません。こっから闇川が復活して、
もう一度スキル3を打つというとんでもないね、これ結構このコンボは今後攻めで流行っていくんじゃないかなと思います。闇川をわざと、もろくして攻撃力特化にして、わざと死なせて鬼化を誘発しつつ、反撃と、スキル3、そして闇川のスキル3で、全体攻撃を叩き込んでいくと。これねめちゃくちゃ強いので、もう少し、これに関しては煮詰めて、使っていきたいなと思います。まあ、今回はねちょっとお試しで一旦やってみたんですけど、めちゃくちゃ強かったんで、これは結構いろんなところで使えるんじゃないかなと思います。はい、相手結構ね耐久寄りの、闇セシとイリーナブだったんですが、もう速攻で倒すことができました。はい、というわけで3戦、ちょっとね短いんですけど、ちょっといろいろ触りたいキャラがいっぱい来たんで、ちょっと育成を、急がないとねいけないので、またレムの動画は他のビルドでちょっと試してみたいので、もう一つ出すと思いますので、ぜひご覧ください。あとはね、エミリアタンも使いたいので、エミリアタンも今からねちょっと、装備をつけて、使っていきたいと思います。で他にもね、あの新しい星3の英雄とかも追加されてるので、そっちもね面白そうな性能してるんで、大忙しという感じなので、今回レムの動画は一旦この、感じで、終わらせていただこうかなと思います。で、まあ、使ってみた感想最初にも言ったんですけど、やっぱりスピードはもっと低めでもいいですし、あとシグルをつけるんだったら吸収セットはちょっと過剰になっちゃうかもしれないので、それだったらまあ反撃をつけてもいいですし、やっぱりこの内臓エルブリスは自分以外の攻撃受けた時なので、自分が殴られてしまった時に反撃ができなくなってしまうので、反撃セットも全然ありだと思います。逆にですね、僕は最初スピードセットでスピードをちょっと早めで使おうかなって思ってたんですけど、それよりかは反撃吸収で、防御力生命力高めにした方の方がレムは強いんじゃないかなと思います。やっぱり思ったよりねこのスキル2の鉄球連撃が強かったので、これを、活かせる、ビルドにするのがいいんじゃないかなと思います。というわけでちょっと急ぎ足なんですが、これから他のキャラをどんどん触っていこうと思うので、一旦ここで締めさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。